大分大学教育学部附属中学校では、海外にいる外国人講師とオンラインで話す授業が行われています。 It is cloudy now. Nice to meet you. 今年度は2回目になりますが、昨年度も3回一人一台端末ということで、これを使ってオンライン英会話ができないかなと。やはり端末一つでこう世界とつながるといいますか、それは非常に魅力だと思うんですね。 What's your favorite anime? My favorite anime is Tokyo Revengers. Tokyo Revengers. Why? So the movie of the Tokyo Revengers last year. So I became interested in that anime from the movie. What's the story of Tokyo Revengers? The main character go to the past and the future.Past and future. She can beyond time and place. So the main character is a time traveler? Yeah, that's right. 生徒はコンピューターを駆使して会話に臨みます。音声による会話だけでなく、会話が文字で表示されるチャット機能、Google 翻訳なども使います。文法的なミスはあるんですが、もうそこはもうあまりいいですね。やはりアキュラシーの部分よりもこうフルエンシーの部分というか、まあ、使いながら覚える。そっちの方を重点的に。コナン・リフスキー・オフィス。アムロ・トール、ワーク・アット・アンダー・オフィス。I like Robin. Robin is cool and intelligent and beautiful.てか生徒が興味がある部分でやっぱ知らない子がほとんどいないというところでですね、トピック的にやっぱやりやすいというところから、はい、オンライン英会話で設定しました。自分の好きなアニメを紹介するために授業でも繰り返し話す練習が行われてきました。特に力を入れている点はやはり発信力ですね、聞く話す、その部分に一番力を入れて日々活動に、取り組んでいます。Of course, I like buying anime goods. There are many One Piece anime goods in my room. So we can talk about the anime. So it is very useful and nice. Okay, thank you for sharing.I will send you feedback in the chat box. Okay. オンライン英会話ですね、レッスンが終わるたびにこうフィードバックが来ます。そのフィードバックを必ず保存していますので、まあ、それを意識してですね、生徒たちは日頃のチャット活動に生きているという場面があろうかと思います。やはり、まあ、昨年に比べてもこう、まあ、良くなったかなと。で、特に良くなった部分はつなぎ言葉を使える子が増えてるということと、結構発音が良くなってる。準備段階で、まあ、大変なところもあると思うんですが、始まってしまえばですね、まあ、楽しく、まあ、会話ができますので、異文化理解という点からもですね、まあ、非常に有効ではないかと私は考えています。